大阪桐蔭は昨年に続いて今年も明治神宮大会を制しました。連覇は大会史上初のことです。高校野球界をリードする名門に新たな勲章が加わりました。しかし大阪桐蔭は決して盤石の強さを見せつけて優勝したわけではありません。大阪桐蔭の思わぬ課題が浮き彫りになった大会でもありました。さらにエースでありキャプテンでもある前田悠伍が来年秋のドラフトの目玉になるための課題も指摘されています。それは一体どのような課題なのでしょうか。5点差をひっくり返して劇的な優勝、まずは大阪桐蔭の決勝戦での戦いぶりを振り返ります。東邦、クラーク国際、仙台育英を撃破した大阪桐蔭が決勝でぶつかったのは広陵。2年続けて同じ顔合わせとなりました。大阪桐蔭の先発マウンドを任されたのは南恒誠でした。前田とダブルエースになることが期待される右腕です。しかし2回、コントロールに苦しみ満塁のピンチを背負います。ここから味方の連続エラーもあって3点を奪われてしまいます。さらに4回、2番手の1年生南春人が広陵のボンズとも呼ばれる真鍋慶太に特大のツーランを浴びてしまいます。4回を終わったところで5対0、相手は広陵、さすがに挽回は難しいだろう、大阪桐蔭もこれまでかと思われました。ところが5回の攻撃、ここから大阪桐蔭は反撃に出ます。きっかけはこの回の先頭打者長澤はじめのレフトへの大きな当たりでした。なんとこれを相手のレフトが見失ってしまい長澤は三塁に到達します。これで動揺したのか広陵先発の倉重聡はそれまでの好投から一転リズムを乱してしまいます。大阪桐蔭は下位打線がつないで上位に回すと2番山田大成のタイムリー二塁打など3連打に押し出しの四球も加わって5得点、一気に追いつきました。6回には広陵の2番手投手を攻めました。5回に続いてチャンスで打席が回ってきた山田の当たり損ねの打球が内野安打となり1点を勝ち越しました。それまでの戦いが嘘のような展開になりここから前田がマウンドを託されました。前田は際どい判定にも動じることなく風格すら感じさせる投球で6回からの4イニングを無失点に抑えて勝利。被安打3、奪三振7のほぼ完璧なピッチングでした。試合の前半で5点リードされたにもかかわらず劇的な大逆転で優勝をもぎ取った大阪桐蔭。準決勝の仙台育英戦では9回に1点差に詰め寄られましたが同点にはさせず5対4で振り切っています。準決勝決勝と接戦になってもきっちりと勝ち切る大阪桐蔭にさすがだと唸った人も多いことでしょう。選手層の薄さを露呈。前田は優勝後のインタビューで去年は先輩たちに引っ張ってもらった、今年は自分で引っ張っていけて嬉しいと語りました。全国から逸材が集まる大阪桐蔭でこれほど飛び抜けた存在感を発揮する選手は極めて稀です。西谷監督からも絶大な信頼を得ています。しかしここにこそ今のチームの弱点が隠されているのです。決勝戦を振り返ると前田が投げていない間の大阪桐蔭はまるで別のチームのようだったからです。5回に5得点を挙げるまではわずか1安打。そもそも5回は相手レフトが打球を見失ったことが反撃の糸口になりました。1点を勝ち越した6回も当たり損ねの打球が内野安打になって得点しています。幸運に幸運が重なって得点できたのです。守っても2回は満塁のピンチから連続エラーで失点しています。攻守にわたって大阪桐蔭らしくない戦いぶりだったと言えるでしょう。今のチームには前田以外に5人の右腕がおり全員140キロを超える速球を持っています。ただ球質や制球力は前田には及びません。決勝の先発マウンドに立った南恒誠は立ち上がりからコントロールが定まりませんでした。ネオ2世と言われるほどバッティングにも優れる1年生の酒井良也は近畿大会で先発しましたが投手としては未知数、長いイニングは期待できません。連覇のかかる選抜では
最低でも5勝が必要です。前田の負担を減らすことができるのか。最大の課題は投手陣のレベルアップと言っていいでしょう。攻撃面でも全チームほどの安定感がありません。打順が決まっているのは3番まで、4番からあとは固まっていません。レギュラーと控え選手との差が少ないとも言えますが、西谷監督が相手との相性やその時の調子を見極めながら起用しているのが実情です。全チームの松尾志音のように一振りで流れを変える力がある選手はおらず、足を使える選手もあまりいません。選抜までに野手陣の底上げも欠かせません。課題が多いことは西谷監督も承知しており、その言葉からも伺えます。優勝後、西谷監督はこう語っています。未熟なところが出た。チームが発展途上の中、粘り強く戦えたが、この試合で勉強したことを大阪に持ち帰ってしっかり鍛えたい。前田が克服すべき点は、大阪桐蔭が明治神宮大会で戦ったのは4試合でした。このうち前田は3試合に登板しています。1回戦の東邦戦では8回を1失点ピッチング、準決勝では夏の甲子園優勝校の仙台育英を相手に9回完投161球の熱投でした。そして決勝の広陵戦では4回を無失点に抑え、1点のリードを守り抜きました。左腕から繰り出すストレートは最速149キロ、スライダーやチェンジアップといった変化球で打者を翻弄します。牽制の技術にも優れています。前田が同じ高校生を相手に大量失点することは想像できません。今年の夏の時点でも複数のスカウトが今年のドラフトでも1位に入ってくると絶賛していたほどです。来年秋のドラフトでは確実に1位指名されるのではないかと言われています。前田の現在地についてアマ球界に詳しいスポーツライターは次のように語ります。ユニフォーム姿が引き締まっているため線が細く思えるが、非力さは全くない。それどころか昨年と比べていわゆる垂れる球がなくなり、ほぼ全ての速球がベースの上で伸びていた。 70% 程度の力の入れ具合で威力ある球を投げるコツを得得したのではないか。実際広陵戦ではボールの下を振って空振りしたり詰まらされたりした打者が目立ちました。同じく来年のドラフト候補真鍋ですらストレートに差し込まれてレフトフライに倒れています。それでは前田は来年秋のドラフトで即戦力候補として目玉になれるのでしょうか。先ほどのスポーツライターはすでに高いレベルの技術を得得していると絶賛した上で課題を指摘しました。さらに左打者のインコースへの変化球のコントロールを磨き、胸元や膝元をこれまで以上に攻められるようになれば高校生でも即戦力として活躍できる可能性がある。現状の力を認めているからこそさらに一段上のピッチングを求めています。高校4冠の達成に向けてキャプテンである前田は目標だった秋の日本一を達成した後、春には成長した姿を見せたいと語り、早くも前を向いていました。目指すのは選抜大会、夏の甲子園大会、国体も制する高校4冠です。全チームで成し得なかったこの偉業、果たして達成することができるでしょうか。それはこの動画で挙げた課題を克服できるかどうかにかかっています。大阪桐蔭、そして前田のこれからの成長が楽しみです。